三浦昇は、日本の政治家、実業家、テリンクス・ドット・コム代表取締役、衆議院議員、山口県議会議員を務めた、山口県宇部市生まれ、宇部市、縦ごと芝小学校、宇部短期大学附属中学校を経て、1989年3月、道香川高等学校を卒業。この当時、三浦は、早稲田大学に進学したいと考えていたため、 同大学を受験したものの、不合格。三浦はその後、一浪したのに、大学受験に失敗し、しかも、当時付き合っていた彼女と、駆け落ち同然の、恋の逃避行まで演じた挙句結局は、専門学校へ入学したと述べている。1993年、スポーツ医学系の専門学校を卒業した。その後一年発起し、1995年、 24歳で、再び大学受験。慶応義塾大学には、不合格であったが、大美林大学経済学部小学科に合格し、同大学に進学した。1998年、当時、小沢一郎が率いていた、自由党に入党。一行、藤井博久の下で3年間ボランティア活動を行ったと、三浦は述べている。 1999年3月、同大学卒業。同年11月11日、ウェブサービス、テリンクスを開設。2001年6月6日、事業の法人化に伴い有限会社、テリンクス .com を設立し、同社代表取締役に就任。2003年3月、慶応義塾大学大学院政策メディア、研究科修士課程修了。 2005年2月、宇部市に帰郷。同年9月11日に施行された第44回衆議院議員総選挙に民主党公認で山口3区に立候補するも自由民主党の河村武雄に62,597票差で敗れた。2009年8月30日施行の第45回衆議院議員総選挙にも出馬するが民主党に追い風が吹いていた。 状況下にもかかわらず、河村の前にまたも敗れ、重複立候補していた比例中国ブロックでも落選した。その後、2011年4月10日志向の第17回統一地方選挙の一環として組まれた山口県議会議員選挙に、宇部市選挙区から出馬し、同選挙区第4位となる11,186票を獲得し当選。2012年、 比例中国ブロック選出の民主党衆議院議員、高村務が2012年山口県知事選挙への出馬のため議員辞職した。このため、同年7月13日、中央選挙管理会により、民主党比例代表候補者名簿の辞典であった、三浦の繰り上げ当選が決定した。これにより三浦は、山口県議会議員を辞職し、衆議院議員へ倶えした。 同年12月16日施行の第46回衆議院議員総選挙では、比例中国ブロック単独で出馬するも落選。2014年12月14日施行の第47回衆議院議員総選挙に山口三区から出馬するも、再度河村に敗れ落選。詰め込み教育こそ真の教育であるという考え方に、全面的に賛成と自身の著書で述べており、 自身が反対する、ゆとり教育の対局にあるのが、詰め込み教育としている。このほか自身のウェブサイトにおいて、年金制度の抜本対策、少子化対策、食料自給率向上等の政策を挙げている。2012年、毎日新聞による、第46回衆議院議員総選挙のアンケートで、女性宮家に反対と答えている。2014年、 朝日新聞と東京大学谷口研究室による第47回衆議院議員総選挙のアンケートでは選択的夫婦別生制度導入にどちらかといえば賛成と答えている。また日本軍の慰安婦強制を否定したと新聞赤旗が掲載している。尊敬する政治家として藤井博久を挙げている。努力の天才。 一発逆転ストラテジストを名乗る。2009年頃まで、ほぼ労働ゼロで、月収50万、プチ天才の積極リタイア術。普通の人が、プチ天才になって、学歴を一発逆転する方法などと称する、情報商材を販売していた。学歴を一発逆転については、自身の経歴を参考にしたもので、一発逆転の事例として、専門学校卒の男が、 慶応卒に、そして衆議院公認候補にまでなった原点は学歴改造にあった。と記載していた。三浦の言う、プチ天才とは、普通の人の潜在能力を引き上げ、天才に近づいた状態を指す。2005年の第44回衆議院議員総選挙において、民主党の衆議院公認候補者の内定を獲得できたのは、占い、風水。 開運術を利用したからと述べている。前年の2004年の暮れ、家族に、俺は魔術をかけているから、絶対に購入を取ると話し、2005年の4月に決まると予言もしていたが、実際にその通りになりましたとしている。自身が通学していた学校の評価について、香川高等学校は、地元では、とりあえず、それなりの進学校、オービリン大学は、 納得のいかない、二流大学、慶應義塾大学大学院は、長がつくほどの一流大学院と述べている。ありがとうございます。